七不思議の社内の裏不思議社内裏さあノブさんノブさん、はい、今日はですね、はいはいはい、七不思議メンバーシップのロケで旅不思議、千葉県に来ておりまして、その最中にちょっと、七浦も撮ろうと、いうことでですね、今心霊スポットに向かっている車の中で、ちょっと着くまでの間にですね、ちょっと千葉県の、今まで回ったことの印象でもいいですし、なんかちょっと千葉県に関するお話もいいですしね。だからこれその旅不思議が流れる前にこれ流れるんで、はい、うん、触れられないんですよ。ああそうだ、考えてみたら、そうだからその話はできないんですけど。なるほどね。じゃあどうしようか。そうなるとじゃあじゃあ好きなカップラーメンの話とかでもしようか。嘘でしょ。え、マジで。なんか好きな食べ物の話とかしますか。それだったら好きな食べ物、うん、まあ、食べ物じゃなくてもいいですけど、なんかさ最近のマイブームとかあるでしょ、そういうのって。ああ、うん、なるほど。いやなんか、はいはい、心霊スポット行く？行く途中ね、今ね。途中じゃないですか。はい。なんかちょっとやっぱテンション上げたいっすよね。まあまあね、やっぱこれからちょっと憂、まあ憂鬱って言ってあれですけど、ちょっとそういう場所に赴くわけですからね。ちょっとハッピーな気持ちになりたいな。ああ、なるほどね。なんでしょう、ハッピーな気持ちになるって。最近幸せだなと思ったことあります？僕は毎日ですね。あら、毎日幸せだなと思うような生活を送ってるんですか？当たり前じゃないですか。例えば愛すべき家族がいるもんね。愛すべき家族がいる、家に帰れば、愛しき妻、可愛い娘、勇敢な息子、ゲームが好きな父、母。いやいやいや、もうその4人以外におったら怖いね。そして可愛い妹。いや、まあ、じゃあいないですからね。あ、まあまあね、はい、家にはいないですから。はい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 。 いやいいでしょうね、でもね。そうですよ、それはそうですよ、うん、あなたは幸せだと思ったことはありますか最近？38年前ぐらいだったらありましたけどね。5歳5歳ぐらいの頃とかは。5歳に何があったんですか？いや僕はだって比較的ちっちゃい頃は、はい、いろいろ買ってもらえたんですよ。うん、はい、家庭環境的にね。あ、欲しいものを、はいはいはい、そうスッスッって手に入ったの。だから手に入んないっていうことがなかったんですよ。落ちぶれても元上流家系。もちろんそうですよ。いやもうおごる平家は久しからずの。あ、貧乏ちゃんも先生。貧乏ちゃんもそうですよ、もちろん。僕は今でこそね、ノブさんにさっき相撲で倒されて背中を汚されてますけども、もうこれもすごく言いたくてしょうがない。このね、旅行のさなかに相撲を取るんですよ、序盤にね。カッパ以来だよこんなことすんの、マジで。相撲を取ろうかって言い出すんですよ。取った場所パーキングでみたいなエリアで一回取って、であとどこで取ったもう一回ぐらいよくわからないところで、2回ほど取らされまして、白いシャツを汚されて、汚されてね、本当にね、背中で物を語ってますよ今日も。はいはい、これから行く場所でもね、相撲取りますんでね。ちょっと本当これもうだって夜だよ今。夜色は伝わんないですけど、漆黒の闇の中を今私たちは向かってるわけですよ。とりあえずなんとか公園とかね、そういうのちょっとそういう岬っていうのものありまして、ますから。まあでもノブと一緒に行くのも久しぶりだよね、そういうところに行くのもね。スポット？うん、いやだからそれこそ山の神トンネル以来でしょうか。ああ、じゃあまあ、まあ、いやそうだよ。だからまあ七不思議チャンネルで言ったら詐欺寺、うん、とかもありましたけれども。ああ、わっ怖っ。ほらああいう今ね、右側にね、ポツンと光る自動販売機、はい、ものすごく怖くないですか、ああいうのとか。逆にホッとしません？明るいから。わかるわ。全然会話できない、この人、うん、その感じわかる。全然会話できないじゃないですか。うん、なんか盛り上げようとしたらなんか全然違う。あれが公衆電話やったら怖いですからね。 あれは潤いを与えてくれるものだから。あれだとなんかその人の手が入ってるのがわかるから、缶入れてる人とかのポツンとしてる感が半端ないもんね、公衆電話ってね。そうそう、まあ、それは確かにあるわな。でこういう今もうすごい山道じゃないですか。今山道入ってますね。この山道とかに、はいはい、
ポツンとある公衆電話はやばいらしいですよ。あ、そうなの。はい、集まってくるんですって、やっぱり。へー。だ、その生きてた頃の、うんうん、あの記憶が幽霊たちもあるから、うん、なるほど、電話に行けば誰かと繋がれるっていう。あ、やっぱそういうなんか自分たちのし、そう、いることを知らせたいっていう気持ちもあるんだよね、うん、そう、だから公衆電話集まってきやすいですし。なるほど。やっぱりそのやっぱ電話ってね、うん、いろんな思いを伝えるわけじゃないですか。はい、もちろんそうですね。だからやっぱ集まってきやすいんでしょうね。怖っ。これ声だけで申し訳ないですけどね、だいぶ。そうですね、雰囲気的にね、今結構なところに来ておりますね。ええ、多分目的地的なものももうそろそろじゃないですか。そろそろ近いんじゃないでしょうかって。ほら、ポツンとしてる街灯とかがですね、もうほんと実況ですね、これほとんどね。とりあえずね、そう、新スポ周辺の実況ですよ、うん、ごめんなさい、これ本当に。いや、やっぱりね、住宅なんていうのかな、比較的、ま、住宅街なんですけど、そんなに、あ、神社下手くそか。全然わからん。とりあえず日本ですよ。広いって。現地。広い、そうよ、日本よ。そうですね。でも住宅あるんですけど、はいはい、ポツンポツンとあって、はい、基本的にその、あ、まだでも民家ですよ、これ。これ民家、あ、そっか、確かに民家か。民家ですよ、これ。でも今ちょっとね、神社みたいなのが見えてね。あ、なんかまあまあ、でも多分周辺で祀られている氏神様とかなのかもしれませんね、うん、っていうところで。まあそうですね、だから僕も、なるほどね、この T 字路の、はいはい、もう真正面に今ね、ドン付きの柱にね、うん、電柱に、はい、あの2面ついてるそのミラーあるじゃないですか。ほうほう、 ありますね。あいつ怖いっすね。僕ね、それこそね、あのホラーゲームとかもゲーム配信とかしてると、はい、つぐの日っていうゲームやったんですよ、はい、でそれっていうのはね、その鏡がテーマになってて、はい、いつも日常では何も映ってなかったところに何かが映るみたいなで、うん、まあまあ怖いんですよ、これ。そこそこ鏡に映る、鏡に映る、あなたと二人、情けないようでたくましくもある顔と顔を寄せ合い、慰め合ったらそれぞれ玄関のドアを一人で開けよう。フェイスじゃない、そこで。グローブの稽古の髪の毛が金色の頃のフェイスの話ですよ、これは。あれはいいですよね。それがね、本当大好きなんですけど、僕は本当に。あ、でも鏡のね、いや、怖いんですよ。ね、その次の日。うん、そうそう、あのゲームはね、非常に怖いんですよ。有名ですもんね、次の日怖いっていう。ノブもね、まあ多分、ノブは多分パソコンゲームとかあんまやらないと思いますけど、でも名前は聞いたことあるでしょ。あります、あります。そうそう、あれもね、いろんな作品が出ててね。とても怖いわけですけれども、まあ七不思議が幸福に挑んでるっていうことがですね、皆さんに伝われば僕はですね、いいかなとは思ってるわけなんですけどね。でもうすぐじゃないですか、これね。あの噂によると、とある公園がありまして、はいはいはい、でその公園からちょっと怖い雰囲気がありつつ、その先の岬におっ丸々みたいな、あらというね、状況でございますので。三崎くんですね。そう、ゴールデンコンビでね。そうですよね。あの唯一三崎くんの必殺技だけ、はい、あのすごい名前ついてないんですよ。あれ、そうだったっけ。そうそう、だって大空翼、大空翼だったっけ。大空翼ですよ。翼はドライブシュート、ドライブシュートからの、うん、もう最終的にサイクロンとかね、あシュートありまして、そこまでいっちゃう掃除機みたいな感じになっちゃったんだ最後。そうで、日向小次郎はタイガーショット、タイガーショット、はいはいはい、はい、でも最終的には雷獣シュートになった。俺それ知らんわ。雷獣シュート、雷獣シュート、地面を蹴って、はい、つま先をこすり、煙を上げながら炎に包まれて、まるで雷獣が雷とともに落ちてきたような意欲で、すごい、ゴーロ突き破るんですよ。ゴーロ突き破るわけですね。そうですよ。でね、松山くんはイーグルショット、チワハウ。ああ、すげえ知ってんな。イーグルショットですよ。まあ、僕あと僕が一番印象残ってたのはやっぱスカイラブハリケーン。なあ、立花兄弟、ね。
ね、スカイラブハリケーンはね、あの児童くんがね、はいはい、下にね待ち構えててビヨーンっつってね、あ詳しいですね、やるわけですよ。僕兄貴とだってスカイラブハリケーンやろうとしましたもん。 あれ危険ですからね、兄弟ですからね、やっぱりね、はい、でも全然できなかったですけど、あれは。で、ソーダ君のカミソリシュートね。あ、カミソリシュートは有名だよね。カミソリパス、で、美咲くんのシュートだけ名前ついてないんだ。あのファミコン版だとジャンピングボレーになってる普通やん、ね、それは別に、うん、ファミコンテクモのね、あ、うん、かわいそうだね。デデ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 、やべえ、俺やってないから共有できないこれ。デデデデデデつって、これ2が名作なんでぜひおすすめですよ。ノブの心のオフサイドを多分招きましたね。僕は多分ね、本当にキャプテン翼はね、漫画だけしか知らないんで。漫画だけでもだって雷獣シュートを読んでなかった。続編読んでないでしょ。雷獣シュートっていつのシュート？雷獣シュートは、何編？ワールドユース終わってから、もう2002年とか、その辺のロードトゥーフランス。すげえ詳しいなこの人。のもっと先かも。ロードトゥーフランスよりも先かな。うん。だからいわゆる僕たち、もてか俺がジャンプで見てた頃全然後のってことだよね。全然後のですよ、ということでね、キャプテン翼の話をね、私が一人でしてたらもうね、うん、到着するという、まあまあそのトークのゴールもねしっかり、決まって、皆さんの心のゴールのネットを揺らしたところで、さっきのノブの心のオフサイドって何ですか。いや、それ今言うんじゃねえよ、それは。ちょっと意味わかんなかったです。わかれよ、俺もオフサイドあんまわかんないけどよやめてくれよ、それは。ということでね、はいはい、楽しみいただいたんじゃないでしょうかね。まあ、そのね、あのいつもはスタジオというか、はいはいはい、そういうところでお話ししてるんですけど、ちょっと車の中で、そうですね、実際に心霊スポットに向かいながらの配信というか、七浦でございました。はい、名付けて車内の七浦、車内裏。車内裏。でもこれ行って戻ってきて続き撮るかもしれないですからね。うん、だって尺これぐらいでしょ、だって。そうだ。短いから。考えてみたら確かにそうかもしれない。じゃあとりあえず一旦ここで。一旦ここで。着いたんでね、はい。お別れしましょう。はい、はい。失礼します。はい、ということで、はいはい、今ですよ、まあ、言えないんですけどまだ、うん、公園とは名ばかりの、いや公園やったんやけど、うん、でしたね、公園の大きい公園ですね、大きくて、はい、でなんかトトロの森みたいな、あ、そうそうそう、さ、確かにいろんなね、なんか敷地面積の広くて、なんかもう緑のアーチみたいな感じの森の中を、あれはひたすら歩く、わかるかな、ドラクエ5のね、はい、妖精の国に行くときに、あのひたすらループする、大人になってからのやつ、大人になってからのやつ、あ、ね、はいはいはい、あれだわ、メガザルロックとか出てくるところだっけ。いや、敵で判断するの、俺は敵で判断するな、あれは確かメガザルロックが出てきたりしたい気がするんだよな。いや、あんな感じ、うん、まあね、どこまで行ったらこれは、違う俺道に出るのかっていうか、なんかループをしてる感じがすごくしましたね。そうでね、うん、三叉路に、三叉路ね、交差点ですよ、言ってみたら、はいはいはい、ちょっと一つスペースがあって、で3人で1人ずつ分かれたじゃないですか。分かれましたね、道を分かれて進んだんですけど、うん、これまだ我々は実際に見てないんであれなんですけど、うん、これはちょっとケンちゃんの方の映像をちょっとね、うん、期待してもらって、まあ、ね、ちょっとそういう森の中での、うん、なんかちょっとした異変めいたものっていうのがね、実際さ、ある程度まで行って、はい、後ろ振り返った時、あとある程度まで先っぽまで行って、うん、戻る時、あ、やっぱね、怖い、行った道を戻るっていうのはすごく怖いですね。さっきまで歩いてたとこなんだけど、自分が振り返った途端に、誰かがつけてくるんじゃないかっていうね、ね、あの感覚っていうのをすごく味わいましたね。そして、はいはい、そっからですよ、まあ、そこに行くまでにね、うん、猫ちゃんがね、あ、そうなんですよね、はいはい、いろいろいまして、微笑ましいシーンもね、あるんで、多々あるんですけども、はい、それと含めて、そうね、あと、まあ、海の近くにも行きました。で、まずね、悪そうなね、そう海の近くですから、で、まあ、いわゆる岬ですかね、で、まあ、駐車場止めるっていうか車止めるところが、まあ、多数あるんで、
だってもうそのスペースに入ってた時から、うん、バリ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 なんかこうでちょっとはしゃぐような声とかと、うん、バイクを吹かすようなね、はいはいはい、威嚇するような、ね、ちょっと威嚇されてたから、ああもうこれマジかと思って、まあ俺とかだとやっぱりね、うん、ちょっといやカチンときちゃうんですよ、ああいうのやっぱね、うん、あ若いなって言って、うん、あんな時あったな、来たらどうするんですか、ん来たらどうしてたんですか、土下座だよそれすごい、この速さはすごいよ、いやいやいや速いって土下座何もしてないかもしれない、本当にすいませんでしたってことを何を、来てしまって、来てしまって、あなたの目に入って、あ僕のようなねへこき虫が、へこき虫が、すいませんってことはしっかり伝えようと思ってたけど、でそっからそのそばにね、はい、謎のモニュメントがあってありましたね、まあ、で、まあ、そこにね書いてあったんでそれが何なのかは分かったんですが、はい、なんかいびつなね建物で、そう俺登ってったらもう向かいが海でね、だからね海のね、音ってあるじゃないですか、海鳴りとかね、そういうある音で風のね潮騒の風、あの音っていうのはねこう吸い込まれそうになりますよね、実際上まで行ったんですよ、一番上まで、あ猫いた、うん、そしたらもうあんたもうなんかちょっとモーモーしだしたでしょ、うん、で俺は何をしてるんだろうと思い始めてたんだこんな暗いところの風が強いところでなんか、ね、あんな分かりやすくモーモーするんだと思ってね、あんなに朝は ふかふかのお布団で寝ていたのにはいはい、はい、なんで僕はこんなよく分からないところのねなんか汚い塩才能にまみれてんなと思って、なんか夜にイライラしてきました、イライラしてきた、イライラしてきたんですよね本当に勘弁してほしいですよこればっかりはいいですね、まあでもそれがね、途中にゃんこがね結構やっぱり公園時間多かったんで、ちょっとリセットされました、その見ることでにゃんこによって、今もねこうやって走ってる途中で 2匹ぐらいちょっと見かけたんでね、ただですよ、えただですよ、はい、こんな喋ってるじゃないですか、うん、もう一個心霊スポット行くらしいです、行くらしいですねいやいや、ね、朝からね3人のうちの1人のメンバーがですね、はい、全然疲れないんですよ、そしてまあ怖がらないんですよね、うん、なぜかね、加減にしろよマジで頼むよマジでもいやまずね、はい、いや10個違うんだわ年、そうお世話なんだよな、でお世話になってんけど、もう一回り違うからさ、体力がまずちゃうやんか、10年前の自分をね照らし合わせてみるともうちょっと動けたよね、いや全然動いた、階段上りより昇降運動とか今日結構歩いてるじゃないですか、マジパンパンですよ、まあでも僕ら七不思議、怪異を求めて、次の心霊スポット向かいましょう、向かうんですか、うーん、いいんですね向かって、あれ夜泣き石じゃないのその辺にあんの全部全部夜泣き石じゃろあれ夜泣いてるぜ今きっと、泣いてた、一にしたいよもう夜泣き石泣いてる、うん、そういうもう泣くのはやめたやつもいるかもしれないけど、もう泣いてばかりじゃダメだみたいなこと思ってる、あれちょっと待ってください、はいはい、あれお化けデイリーストアじゃないですか、まあ、お化けデイリーストアあれお化けデイリーストアじゃねえか、お化けデイリーストアでしょあれあれお化けデイリーストアですよ、あれ何でもこじつけて何でもこじつけたいんだ今本当にマジで本当に腹も減ったし、だってノブさんが一番最初言い出したのって、幽霊鳥、心霊鳥心霊鳥です海の近くに鳥が飛んでたらあれは心霊鳥です、あれ心霊鳥です危なかったですね、危なかったな、あの心霊鳥あと何匹か見てたらお化けサーファー出てくるでやばいです、でも全然怖がってなかったから金ちゃんがカウントされてないんですよ過酷な旅の途中でお送りしておりますけども、そうですね、これがね後々皆さんが見れるんでね、楽しんでいただければと思って、本当に疲れたよ、十何時間目から入ってますけど、頑張って喋っております、そうですね、これからも向かいます、行きましょう、現場からは以上です、以上です、シャナウラでしたありがとうございました。